皆さんこんにちは、ジュコンです。ということで今回もイーフットボール2023情報を紹介していきます。イーフットボールチャンピオンシップオープンの方が本日開幕するということで、今回はこちらをがっつり紹介していきます。イベントはドリームチームのツアーイベントだったりチャレンジイベントのあの括りにあるので、参加方法は簡単です。特にエントリーとかも必要ありません。今回ファースト予選の方が始まりました。ファースト予選ラウンド1をクリアしないとラウンド2に進出できません。注意してください。ラウンド2は来週の確か週末のはずです。今日から始まるものは来週の月曜までの1週間になってます。はい、条件はちょっと厳しいです。なんといっても世界大会の予選なので誰しもがラウンド2に行けるっていう感じではありません。チャレンジ5まであるんですけど、チャレンジ1とかはね、1点取るだけなんで問題ないでしょう。で、持ち合い中で1勝2勝3勝4勝しないと、クリアできません。チャレンジ5、つまりこの4勝もクリアしないと、誰しもがラウンド2に行けるっていうわけではないんですけど、後で紹介しますが、アチーブメントの一環で、ゴール数とかも関わってくるんで、それを目指すのもいいんじゃないでしょうか。はい、今回 eFootball チャンピオンシップオープン開幕キャンペーンというものも行われます。各アイテムがゲットできるんですけど、内容としてはまずはスペシャルログインボーナスですね。こんな感じで各期間1週間ごとに8万経験値、ログインするともらえますので、ぜひチェックしておきましょう。さらに、特別なキャンペーンアチーブメント後で紹介しますが、そちらも来ています。そしてポイント交換所、ラウンド1ラウンド2開催期間に合わせて、夏季期間中はトレーニングプログラムが通常より低いポイントで入手できるというところで、2週間の期間はかなり低いですね。5分の1くらいで、獲得できるようになっています。つまり 80% オフってことか。ポイント交換所でね、ぜひ交換しようと思っていた方はこの期間にゲットすればかなりポイントもらえるんじゃないでしょうか。ただ販売個数って確か個数にね限りあるんで、何度でもみたいなことはできませんけど、契約更新アイテム割引してほしかったですね。はい、さらにはこちらチャンピオンシップオープンの開幕を記念し、 eFootball ポイント3000ポイントがゲットできるそうです。左下の eFootball ポイント公式サイトっていうところにアクセスして、コナミ ID でログインすると OK というところですね。このログインのところを押すと3000ポイントがもらえるはずです。ぜひポイントもないよという方はチェックしておきましょう。はい、そしてキャンペーンアチーブメントの一環ですね。はい、こちらなんですけど、ラウンド1アチーブメント、はい、チャレンジイベントドリームチームで得点系ですね。15点取ればいいのか、最大。そうすることで、ここにも書いてますが、3万 GP、1500 eFootball ポイント、5万経験値分のトレーナー、こちらがもらえるそうなので、ぜひチェックしておきましょう。期間はもちろん1週間です。また、セカンド予選とか、サード予選とかも、こんな感じで来る可能性があるんで、ぜひチェックしておいてください。はい、ということで以上になります。とりあえず、ゴールをね、たくさん取れというところですかね。なかなか予選全員突破っていうのは難しいので、とりあえずゴール数だけでもカウントできれば OK なんじゃないでしょうか。アチーブメントの一環とかでアイテムも回収できるんで、ぜひ回収しておきましょう。こちらのチャンネル、eFootball情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。